カスがいるか、アダチだ。俺もいるぞ。アダチさんにナンバー？急に悪いな。今ちょっと時間あるか。ああ、時間だけは腐るほどあるよ。悪い、水しかねえけどいいかい。そいつはごちそうだ、いただこう。で、どうしたんだい。ちょっと気になることがあってな。お前、美咲には最近顔出してるか。なあ、その近所にはな、まだ俺を頼ってくる奴がいるかもしれねえからよ。で、どうだ、そういう奴に出くわしたか。最初の何日かは来てたけど、今全然だ。俺がもう当てにならねえって情報が広まったんじゃねえかな。そうか、けどそれだけじゃねえかもしれねえんだ。どういうことだよ。最近な、清流会がきな臭い動きを見せてる。清流会が？星野が死んで頭だった高部が会長になったのは知ってるよな。まあ組の序列から言えやそれが筋だもんな。その高部が今無所に入ってることは知ってるか。2年くらい前のことだ。いや、そうだったのか。だが問題はその後だ。最近になって東城会や近江から放り出された元ヤクザたちが清流会の門をくぐってるらしい。それも10人20人って規模じゃ収まらねえ数でだ。え、それって要するに清流会が組の兵隊を増やしているように見える。もちろん星野や高部がいりゃそんなことはしねえだろう。だが星野会長は亡くなり、高部も服役中。ああ、トップが不在なのに乗じて清流会内部でよからぬ動きがあんのかもしれねえ。せっかく仇になろうとしてた奴らを清流会が極道に引き戻してるってことか。加えてもう一つ悪いニュースがある。あ、どうやら佐々木も清流会に行ったらしいんだ。佐々木が？職をなくして相当こたえてたからな。堅気としてやってくことを諦めちまった。その可能性は正直否定できねえ。佐々木が清流会に行ったって情報は確かなのか？うん、ホームレス村の馴染みからの情報だ。今の俺が言えたぎりじゃねえ、言えたぎりじゃねえけどよ、佐々木をまた極道に引きずり込むのを見過ごせねえ。あいつ敵としてやってこって腹くくったんだ、俺の目の前で。俺はあいつを助けて。まあそう言うだろうな、お前は。行くんだろ、清流会事務所。付き合うぜ。でもよ。放っておけねえのは俺たちも一緒だ。それに今の清流会が話の通じる相手がわからねえ。そんなとこにお前を一人で行かせると思うか。足立さん、ナンバー問答無用だ。パーティー再結成だな。久々に冒険と行こうぜ、勇者さんよ。お勇者か。となりゃあれがねえと閉まらねえよな。ほ、あれどこやったよ。あれ、あれだよ、あれ、勇者のバット。まさか捨てちゃいねえだろう。ああ、あれは確か。おい、なんだよありゃ。いや、物欲
個人像がなくてよ。だからってあれ使うか。緊張感ねえなお前は。ああエモい空気が台無しだ。どうだよ。ったく頼むぜ勇者様、頼りにしてんだからよ。お、よし、じゃあ出発するか。なあその前にちょっといいか。なんだよ。冒険に繰り出すにはまず装備を整えねえとよ。確かにお前はそのなりが似合ってる。何の因果かまたこのメンツで始まるんだな。こういうのをな腐れ縁つんだ。正直言うとさ、俺は心のどっかでこの日を待ってたような気がするぜ。よっしゃ行こうぜ。ナンバー足立さん、世間様を浜の英雄と騒がせた俺たちだ。こうなりゃ誰にも止めらんねえぞ。おうよ、おっしゃ。ママ、あの人たち何してるの。こっち来なさい。しかし懐かしいな、そのバット。確か川の近くにぶっ刺さってたのを春日が抜いたんだったな。はあ、そうそう、俺と足立さんじゃ抜けなくてさ、こいつ選ばれし勇者だけ抜けるんだとか調子こいてよ。これは勇者の聖剣だとか言ってたよな。ガキの頃から勇者に憧れてたとはいえ、こいつ頭大丈夫かって思ったもんだ。俺は今も変わらねえぜ。ふん、俺がこの世界を救う。ああそうそう、それだそれ。相変わらず決まってんな勇者様は。おいおいおい、楽しそうなおっさん3人組だな。遊ぶ金貸してくれね。金ならないぜ、俺たちはいつだってな。こんな年頃のおっさんが3人もいて金がねえわけねえだろが。嘘ついてんじゃねえぞジジイども。ぶっ殺すぞ。おっさんがみんな金持ってると思ったら大間違いだぞ。おい勇者さん、その聖剣で久々にモンスター退治と行くか。そうだな、久々に行こうぜ。ナンバー足立さん、おう、やってやろうじゃねえか。やってやろうぜ。の、おい、こいつら変身したよな。は？何言ってんだお前。いや、こいつ確か昔も同じようなこと言ってなかったか。勇者になったら敵が変身したとかなんとか。ああ、そうだった。思い出は結構だが、妄想はほどほどにな。なんだよ、俺だけかよ。まあいいや、こっちの方が面白いからよ。逃がしゃしねえよ。それ赤か青か、どっちだ。やば。
え？あの。いえ。お。へえ。またこうやってみんなで立ち上がる日が来るとはな。最強のパーティー再びだな。その最強パーティーの中身は全員無職のおっさんだけどな。細かいことはいいんだよ。俺にとっちゃ頼もしい仲間さ。それに無職だろうが心は勇者だ。胸張っていこうぜ。お前のそういう根拠ゼロでも前向きなところマジで尊敬するぜ。そんなに褒めるなって。別に褒めてねえよ。おめえらといるとほんと退屈しねえぜ。じゃあ決まっていこうぜ、勇者よ。おう。まあな。おう。はい。そうか。ん？え？いいや。へえ。
橋の下に穴が見えるだろう。あれが入り口だ。こんなドブ川いつまでも泳いでらんねえ。早く行こうぜ。もう限界だ。これ以上は泳げねえ。あの辺りから上がれそうだぜ。もう一踏ん張りで、ナンバー。本当にこんな下水道が清流会に通じてんのかよ。ああ、間違いねえ。ただ怪しい連中が住み着いてるって噂もある。用心しろよ。どうやらうまく忍び込めたみたいだな。ここは清流会の中庭か。会長室は確かこの上だったよな。ああ、よく覚えてるぜ。懐かしいね。前に来た時もこの3人だったよな。おい、てめえら、どこから入ってきやがった。あらら、干渉に浸ってる場合じゃねえとよ。それじゃ、やるしかねえな。さあ、気合い入れていこうぜ。足立さん、ナンバー言うんじゃねえぞ。準備はできてるぜ。あれだけ派手に暴れたんだ。連中、血相変えて追ってくるぜ。こそこそ隠れる必要もなくなったってことだろう。このまま会長室まで突っ走るぞ。好き放題暴れやがって。この清流会に土足で踏み込んだ落とし前、きっちりつけてもらわんとな。たく、会長室は目の前だってのに。おい、どうすんだ一番。ありゃ相当切れちまってるぜ。望むところよ。やっぱダンジョンの奥には手強いボスが待ち受けてねえとな。勝ちに行こうぜ。ここが会長室だったよな。ああ、気合い入れてくぞ。来週の定例までには話をつけておけ。ああ、先方の条件を飲んでいい。以上だな。では引き続きよろしく頼む。すみません、お待たせしました。高部会長の留守を預かっております。若頭の海老名と申します。はじめまして、春日一番さん。